おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンのひろです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、今日から4月ですよ。早いですね。また言っちゃったわ、ね、もうあんまり早言い過ぎてたら年食うの早なんで。そうですね、いやいや、それは嫌や。いや、まあでもね、本当にすっかりなんか暖かくなってきてみたいな感じで、ねなんかもうちょっと薄着にみんななってきたりとかしてね。なんかスースーしますね。スースーしますね、なんかね、なんか多分ね、今みんな見えてないんですよね、僕らもね。見えてないんですよね。なんとですね、今日はですね、僕ら透明人間バージョンでお送りしてるということで。透明になりましたね。はい、もうあの手振ってるんですよ、今。手振ってるんですけどね。みんなで手振ってるんですけど、多分見えてないんですよね。服着てても見えてないですね。あ、見えてる見えてる見えてる。なんか服だけね、見える感じですけどね。服も透明な。服も透明なんで、そうそうそう。スースーしますね。スースーする、スースーする。スースーするらしいです。はい、ということで、今日4月1日はどんな日なんでしょうか。はい、4月1日、この日なの日です。はい、4月1日。はい、エイプリルフールでーす。はい、はい、4月1日ね、はい、エイプリルフールですね。はい、エイプリルフールですよ、皆さん。エイプリルフールです。あ、こんなことやってましたね。だいぶ長かったね、これ ね。このくだり長かった、ね、大丈夫かなって見てる人も、もうなんかこれでもうなんかノイタ張る人おったらどうしようかなっていう感じなんですよ。ほんまに見てくださいね。見てください、お願いします。はい、はい、はい、エイプリルフールです、はい、悪意のない嘘をついても良い日とされています、はい、悪意ないですから、僕ら。はい、イギリスでは嘘をつける期限を正午までとする風習がありますが、はい、それ以外の地域では一日中行われています、はい、皆さん悪意のない嘘をついてください、はい、全然悪意ないですから僕ら。はい、そしてもう一ついきます、はいはい、居酒屋で乾杯の日です。はい、うん、4月1日良い居酒屋、はい、良い乾杯の良いを使うのと、うん、はい、酔うの酔いの語呂合わせから来ております。なるほど、なるほど、はい、年度始まりの日でもある、はい、あって、うん、飲み会も多く乾杯する機会も増えることから、うん、記念日が作られております。はい、はい、ね、なんとですね、この4月から、うん、マイクロシアターマテリアル谷町ってことなんですけども、うん、このバースタイルっていうのがね、うん、はい、始まりまして、今まであのなんですか、バータイムみたいなのが、うん、一応やってたんですけどね、やってたんですけど、まあ、上映後に、ね、飲み会をやってますみたいな感じやったんですけども、はいはい、なんかちょっと微妙だったんで、ね、うん、うん、もうバーっていうことで、はい、もうあのこんな感じですっていうね、はい、はい、これがもうずらっと並んで、もうなんかバーって感じですよね。そうですね、はい、で、うん、本当にバーっていう感じで盛り上げていきたいなというふうに思ってますので、はい、あのぜひですね、あのこれ見てらっしゃる皆さんも、うん、マイクロシアターマテリアル谷町のこのバースタイルの方でね、はい、来ていただいて、うん、一緒になんか お話盛り上がれればね、はい、いい、飲みに来てください。そうです、そうです、飲みましょう、飲みましょう、はい、ということで乾杯の日なんですよね。はい、乾杯の日、はい、はい、乾杯っていう感じです。乾杯飲みたいですね。そうそうそう、あのちなみに、今回そのバースタイルで入ってもらったらですね、うん、来てもらったらですね、あのグラスがあるんですけど、そうですね、このグラスがね、あの、僕が前に一回ご紹介した、うん、あの八尾の、うん、金城ゴムという会社があるんですけども、はい、金城ゴムがあの出してらっしゃる、うん、シリコングラスっていう、うん、はい、やつでですね、これがですねシリコンでできてるんですよ。でも、はい、見た目ガラスにしか見えない、はい、うん、ガラスにしか見えない。だから多分ね、飲んでる時にグニャっていった時に、あれ俺酔っ払ったかなってだいぶ酔っ払ってきたかもしれへんって勘違いするかもしれないんですけど、いや、あのだからシリコンなんてね、あの全然曲がるし、で落としても割れないんで、はい、安全に楽しんでいただけるね。そんなグラスで飲めるなんてね、はい、ここでしかないですよ、はい、今、はい、ぜひですね、ちょっとそれを楽しみに来ていただければいいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、はい、ということで、まあ、今日もバーやってるの、今日は1日やから、あ、1日は上映後は上映後のバーですね、はい、はい、ということですんで、はい、皆さん上映の後は、はい、飲んで帰っていただければなと思います、はい、って感じですね、はい、はい、はい、この日なの日は以上です。はい、ありがとうございました。はい、
ということでですね、このプレゼンありかなしかなんですけども、はい、今日もですね、映画監督にインタビューをさせていただきました、うん、はい、映画、斜めの廊下という、うん、映画なんですけども、その監督の深田隆之監督、うん、にインタビューをさせていただきました、はい、これね44分っていう、まあ、ちょっと短めの作品なんですけど、全編モノクロなんですよ、はい、ところがね見ていただくと、あのもうね44分って全然感じない、見終わった後に、うん、あの2時間の映画を見終わったような満足感がある。お、見応えあり。そうそう、だから長いとかじゃないんですよ、うん、全然あの長いと感じるとかっていうよりは、うん、あの2時間分のなんか満足感があるっていう感じの作品ですね、はい、まあ、内容としては、うん、あのまたインタビューの中であの、まあ予告編も流しますし、うん、インタビューの中で深田監督もお話しされると思いますので、まずは、はい、インタビューの方から、ご覧いただきたいと思います、はい、ということでこのプレゼンありかなしかスタート。転がらないね。うん、傾いてないよ。工事伸ばしてもらうことできないの？できないよ。そんなにいろんなもの持ってないと妊娠しちゃいけないんだ。相手の人と結婚するつもりないの？何度も言ってるでしょ、私は一人で産むの。今日はですね、映画斜めの廊下の監督でいらっしゃいます、深田隆之監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、斜めの廊下という、44分の少し短い映画を監督しました深田隆之と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ではですね、まず簡単にですね、この作品どういう作品なのか監督からご説明いただけますでしょうか。はい、この映画、まあ、ある姉妹の話で、まあ、姉妹がおばあちゃん家に片付けをしに来たという話です。で、まあ、姉妹の妹の方が子供をちょっと妊娠していて、でお姉さんはもう子供を産んでるんですけれども、その姉妹のこう、まあ、いろんな価値観とかですね、大人になってからの価値観と、まあ、かつて子供の時にすごくフラットにこう遊んでいた、何も考えずに遊んでいた頃の姉妹っていうことがオーバーラップしていくというか、重なっていって家のこの片付けっていう行為とこう混ざっていくっていう、まあ、映画にはなっています。でだんだんその姉妹の溝といいますか、不和がこうだんだんと広がっていくような映画になってます。まあ、ちょっとあの前半は割とこうドラマ的な展開なんですけども、まあ、後半少しこうマジックが起きるというか、マジカルな、これはどういうことなんだっていう展開にはなっていくんですけれども、まあ、姉妹のすれ違いみたいなことをちょっと頭に入れながら見ていただけたらなっていう作品ですね。はい、と私も見させていただいたんですけども、これがですね、まあ、さっきね、打ち合わせの時にあの監督にお伝えさせてもらったんですけど、はい、久々に写真を見たなと、うん、まあ、モノクロだからっていうのは、まあ、もちろんあるのかもしれないんですが、僕らの大先輩の、技術さんとか監督さんとかがお話しされる時に、やっぱ写真っていうのはねっていう言い方をねよくされるんですね、映画のことを、で僕が今回この斜めの廊下を見させてもらって、まあ写真だなってすごく思ったのは、うん、ものすごいこの絵はこれを見せてるっていうのがものすごく分かりやすくて、でかつその絵に意味がある、うん、なるほど。例えばその、姉妹が、昔に戻って、
楽しく遊んでるっていう風景ですら意味があって、はい、うん、ちゃんとその他のシーンとのつながりがあるっていうね、うん、そういう作品だなと思ったんですね。だから44分間、まあ短いといえば短いし、うん、でも長いといえば長いんですよ。一番ね難しいのがモノクロってやっぱね色がないから、あの目としては飽きるんですよ、うんうん、でもちゃんとその辺は、まあ、グレーディングというかその色の濃淡を考えてライティングとかも当てられてるので、はい、全くそういうところはないですし、その意味をちゃんと理解しながら44分間見ていけたっていうのは、あのまさにこれは写真だなと思って見てたんですけどね、はい、よくあの44分なんですけど、はい、2時間ぐらいの映画を見た気分っていうことはよく言われるんですよね、うん、いやもう僕もそう思いました44分早いっていうか、なんかもっとなんかたっぷり見た気がするんですよね、うんうん、なんかあの疲れるというよりはなんかだいぶ密にいろいろ詰まってる映画では確かにあるんで、はい、そういうふうに思うのかなと思いつつ、はい、あれやっぱりそのカット割りとかはかなり監督がこだわって指定されてるんですか。まあ、さっきあのカットごとにこう意味がちゃんとあるっていうふうに、うん、あの言ってくださったんですけど、うん、基本的に現場の時に撮影の現場の時に思ってたのは、うん、まあ、この2人を魅力的に撮れば映画は成立するだろうって思いながら撮ってたんですね。で基本的にそれを基準にして進めてた、はい、もちろんその廊下なんで置けない場所とかもあるんですけど、うん、はいはいはい、もうこれ以上下がれカメラ置くの下がれないよとか、うん、こっちが置けないよとかいっぱいあるんですけど、うん、まあ、この姉妹の役をやってくれた吉見さんと笠島さんがよく映る、うん、その場所を探すっていう作業でしたね。うん、だからそのいわゆる美学的に、はい、シンメトリーとか、はいはい、画面の中でシンメトリーになるようにとかっていうことよりは、うんうん、俳優をどう映すかっていうことでした、はいはいはい、まあ、廊下とかはねどうしてもこうシンメトリーっぽく、うん、あの、うん、なったりするんですけど、はい、そういう感じでしたね。変な話ね、どこ見てるんだろうっていう絵ってあるんですよ、うん、はいはい、はい、あるんですよ。これは何を見せられてるんだろうっていう絵ってあるんですけど、うんうんうん、この作品に関してそれがないんですよ。だから多分2時間ぐらい見た気分になるんだろうな、うん、はいはい、いやそれはありがたいですね。人の顔って強烈ですよね、映画の中で、うんうんうん、顔だったり何か立っているただ姿だったりって結構強烈だなっていうのを僕も思っていて、はいはいはい、やっぱりこの2人のなんかそれぞれでやっぱ全然違う、俳優としても全然違う人たちなので、うん、はい、なんかそれがうまくこう姉妹のいさかいみたいなことに還元されていったのかなっていう気はしますね、はいはいはい、なんか時々聞かれるのが、まあ、アドリブとかもあったんですか、うん、みたいなことをよく聞かれたりもするんですけど、はいはいはい、まあ、はい、遊びのところとかはちょっとありますけど、うん、基本的に他のシーンはセリフを書いてあるものを、うん、あの2人とも、まあ、読んでるんですけど、うん、ただあの姿に肉付けしていったのは、うん、やっぱあの俳優2人だったなっていう感じはしますね。この現場に入る前に7日間ぐらい稽古期間とかリハーサル期間みたいなことを設けて、はい、いろいろ調整していったんですけど、はい、やっぱこうセリフ1個言い方変えるだけで全然変わってしまうみたいなことを、うん、こう3人でいろいろ話しながらこの絵を作っていったっていう感じでしたね。なるほど。だから短い作品なんですけど、これ実際その撮影期間はどれぐらいで撮られたんですか。撮影自体は7日間です。実はかなり贅沢なあの期間ですね、うん、横の44分に対して7日間っていうのは、うんうんうん、多分長い方だと思います、うん、いやでも丁寧に取り重ねていこうと思うとそれぐらいの時間はかかるだろうなというふうには思いました。はい、かかります、かかるんだなって思いました僕も、うん、で特にその人間関係の微妙な機微を描いているので。そうですね、多分ねカラーやったらねもうちょっとライトに撮っていらっしゃったかもしれないけど、うん、あのモノクロだけに、うん、あの仕上げのことを考えるとそうはいかないっていうか、うんうんうん、だろうなとは思うんですよね。ライティングとかも相当難しかったやろうなと思うし、これは照明の人が入ってるんですけどいろいろ試してくれてましたね、やっぱりね、うん、なんか勉強になったとかって言ってましたね普通にいつもカラーでやってるんでいやそれはわかる気がしますね、うん、あともう一個、今回 4:3 じゃないですか。はい、4:3で、はい、ね、あのスタンダードサイズで、でこれはなんでなんですか。これはですね、4:3でしかもこうモノクロなので、うん、昔の映画のオマージュに見える、はい、
かもしれないんですけど、はい、結構具体的な理由があって、はい、まあ家で撮る、家だけで撮るってなった時に、はい、やっぱこの16対9とか横長の画面だとちょっとトゥーマッチというか情報量が多い、はい、まあ、横のこう廊下とか余っちゃうんですよね、はい、なので4対3にしてできるだけ情報をこう、まあ、制限してやろうっていうことと、まあ、色に関しては少しこの壁の色がいわゆる色調整、うん、カラーの段階でこう色調整をしてもあんまり良くないっていうことがもう分かってたので、うん、まあ、現場に入る段階でもうこれはモノクロで、仕上げますっていう。実はあのこれすごい重要なこと言い忘れましたけど、このロケ地が僕の祖母の実際の祖母の家なんですね。はいはいはい、はい、なので祖母の空き家、祖母のがいなくなった家に片付けに来るっていう設定なんですけど、はい、祖母が施設に入ってるっていう設定があるんですね、はいはい、でその設定まではあの実際のことで、なるほどなるほど、はい、で、まあ、姉妹とかそういうのは、まあ、はい、あのフィクションなんですけど、はい、なので、まあ、祖母の家がちょっと古い家なので、はい、あの少し色が劣化してるっていうのもあると思う。なるほど。でそしてあれなんですよね、あの劇中で使われるあのお写真があるんですけど、 おばあちゃんのお写真が出てくるんですけど、はいはい、これも実際のおばあちゃんのお写真、そうですね、ね、はい、実際の祖母の若い時からこうの写真がこうちょっと登場したりとかすることがあるんですけど、あの本当にあのいろんな意味でこの作品って44分なのかなっていうぐらいの作品じゃないかなと思いました。ではもうお時間過ぎてますので、はい、そろそろ締めということで、はい、監督からですね、はい、ご覧になっていらっしゃる方に、一言メッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はいはい、この映画、まあ、またあの44分という1時間に満たない作品ですので、まあ、2時間 あの濃厚さっていうこともあの言っていましたけれども、逆に気軽に見られる映画でもあると思いますので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。まあ、お話の筋だけ言うと本当にね、あるあの姉妹の一日っていう感じ、そうですね、そんなにものすごい大きな出来事が起こるとかっていうことでは全くないんですけども、うん、まあ、その中から何を読み解くか、何を感じるかっていうのが観客に委ねられている作品で、そうですね、まあ、僕は本当に、はい、あのまさに写真だなというふうに思いましたので、まあ、ぜひ見ていただきたい作品になりますということで、今日は、映画、斜めの廊下の、深田孝之監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで終わりました。はい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 、はい、まあ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 ね、うん、本当にですね、44分とは思えない。うん、ただね、まあ、最後に監督も言ってましたけど、その要は言うても44分なんですよ。うん、で、まあ、言ったらある姉妹の、一日を描いたっていう感じなので、うん、あのね、監督に聞いたらね、なんで映画が映画監督になったのっていうところで言うと、なんかフランス映画を見たらしいのね。だから結構フランス映画とか結構好きらしくて、だからフランスの映画ってほら日常を描くっていうの多かったりとかするじゃないですか。まあ言われたら、あ、なるほど、そういうことかなっていう感じではあります。ただ日本家屋だし、その日本の姉妹のお話なので、まあフランス映画っぽい感じではないんだけど、その まるまま日本なんですけど、まあでもそういう人間の機微というか、そういうのを、見せてくれてるという作品になるかなと思いますね。はいはい、まあ、ちらっとね、予告編の中でも出てきてましたけど、妹は結婚せずに子供を産もうとしてるんですよ。でお姉ちゃんは結婚してて子供がいるっていう、でそれをお姉ちゃんは心配してるんだけど、妹はそれを、まあ、ちょっと鬱陶しく思ってるというか、いろいろ持ってないと子供んじゃダメなのみたいな、あのセリフなんかもね、いろんな意味合いを持ってくるんだろうなみたいな感じになってるんですけども、まあ、そういうことが、2人の間でおばあちゃんの家で片付けをしながら昔を懐かしみつつ展開されるということになってます。はいはい、まあ、ちょっとだから なんやろ、そんな肩肘張ってっていうような感じの作品ではなくて、気軽に見ていただいて、あ、そうか、そうだよねみたいな感じで見ていただいたらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、ということでございました。さあ、それでは、まあ、プレゼンですので、丸か×かということで、今日はね
そうそうそう、あの女性、まあ、監督は男性なんですけど、うん、あの主人公もね、あのこの作品は女性ですから、はいはい、女性の、堀本さんに歩みに丸バツ言ってもらいます。はい、はい、それではいきます、このプレゼンありかなしか判定。なんか最近このいろいろ工夫するからな、みんなな、ネタつきできてるからさ、こう、うん、どうしようかなと、ね、な思うよな、思うよな、はい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 、まあ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 、はい、はい、ありがとうございました、はい、まだ、まあ、でもどうでした、なんかその、見て、なんかその姉妹っていうのも、うん、なんかでも女性ど女性やし、うん、なんかそのやり取りっていうのもすごく興味があるし、うん、そのほんまに見応えがあるんだなって、うん、もう話聞くだけでもすごく思うから、うん、ぜひ見たいね、めっちゃ見たい、ね、ぜひ見てほしいです本当に、うん、はい、まあシネヌーボーすぐ近くですからね、うん、なので、ぜひですね、はい、映画館で皆さんね見に行っていただきたい、今日からです、あの、うん、4月1日今日からシネヌーボーで1週間限定なんで、はい、ちょっと急いで行っていただかないといけないので、見終わったらすぐに、はい、ぜひ行ってください、はい、僕も今日は、舞台挨拶に、駆けつけたいと思ってます、はい、はい、ということで、このプレゼンありかなしかでした、はい、それでは続いてあゆみ、はい、はい、お店の情報です、はい、はい、絶賛今日から公開中です、はい、はい、はい、野本こずえ監督の作品です、はい、はい、3作品ですね、はい、はい、上演しております、うん、一気見です、一気見、はい、一気見です、はい、私が発芽する日、次は何に生まれましょうか、3653の旅、3本一気です、はい、はい、こちらセット料金で、3本セットで1500円となっております、はい、1日、今日から9日まで、上演しておりますが、4日の火曜日だけ定休日になりますので、お休みいただいておりますのでご注意ください、はい、はい、はい、お時間の方はね、ホームページの方をご覧ください、はい、そして、それが9日が終わりましたら10日、カバの日です、第2、月曜日になりますので、カバの日となっております、じゃあ19時開始で、1500円となっております、はい、ぜひぜひね、まだまだ人気の作品見てください、はい、そして、12日が吉尾ですね、はい、吉尾をやっております、はい、アクションです、はい、はい、こちら19時30分から開始で、料金が1000円プラスワンドリンクのオーダー制となっております、はい、はい、日浦監督も決めるかな、はい、お話できますので、はい、ぜひぜひお越しください、はいはい、この後はバータイムですね、そうですね、はい、バータイムでいろいろ喋ろうかと思います、はい、ね、はいはい、こういう機会にぜひぜひ、ね、お越しいただきたいなと思います、はい、そして、13日が、傘の下です、木曜日傘の下、はい、定期上映となっております、うん、はい、こちら19時30分スタートです、料金が1500円となっております、はい、はい、そして新しく定期上映が始まります、うん、はい、山口博樹監督の鳥のコスティです、はい、14日から、全10回木、金曜日ですね、金曜日に、はい、上映させていただきますので、ぜひぜひこちらもお越しください、料金は1000円プラスワンドリンク以上のオーダー制となっております、はい、はい、そして15日は、マテリアルのイベントがあります、はい、はい、こちらね、大きな木になりたいと絆落ちと無限の一歩、こちら2作品を上映した後にトークセッションがございます、はい、はい、はい、ぜひぜひこちらの方お越しください、命の尊さを考えるというイベントになっておりますので、はい、大事な人とね、ぜひぜひ来てほしいなと思います、はい、はい、料金が2500円となっております、はい、はい、これはトーク中は飲みながらできる、いや、もちろんもちろん、はい、もう全然もうぐいぐい飲んでますから、多分僕は、はい、はい、まあ、真面目な話はしてますけどね、はい、はい、そうですね、はい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 、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、以上ですかね、いくよ、今日のグッドーイ、はい、なんか今日変な空気流れてる、なんか暑い、さっきまで透明人間でスースーしたのに暑い、そうね、スースーしてたね、暑いですね、だいぶ暑いですね、はい、さあ、じゃあ今日は何でしょうか、はい、今日は、定期上映が始まります鳥のコスティです、はい、はい、山口博樹監督の鳥のコスティです、うん、はい、あらすじ言います、はい高校3年生の佐伯飛鳥は将来への不安と漠然とした孤独感を抱えながらも、周囲に合わせて偽りの自分を演じながら
高校生生活を過ごしていました、呼吸が止まりそうな閉塞感、その陰鬱とした感情を誰にも見せることのない閉ざされたツイッターに投稿することで、心の均衡を保つ日々。そんなある日、アスカはバスの中で老人に手渡された奇妙な機械をきっかけに、トリノコシティという願いが叶うサイトに迷い込み、トムライヤと名乗る人物に出会う。自分の居場所が欲しいとアスカは願い、アスカの願いは様々な巡り合いを引き寄せて、やがてアスカは隠された真実に近づいていく。不思議な、不思議な、不思議な感じのお話です。はい、これはね、ボーカロイド、はいはい、の、初音ミクの、はい、作っている方、はい、4メートル P という方がね、はい、作っているものを、いわゆるボカロ P のね、P ですよね、プロデューサーというか、はい、が、作っているものを実写化されたもの。なるほど、なるほど。はい、70分の上映時間、はい、で2017年に作られた、はいはいはい、もう5年前ですね。すごい、はい、見られたんですね、お二人。見ました、ね、はい、僕見てないんですけど、どんな感じのあれですか。まあまあ SF ファンタジーというかね、うんうん、その完全ファンタジーなんですけれども、うん、まあ、その中にまあドラマがあって、うん、で、まあ、多分ね、最後ちょっとほろっとはい、シーンもあるんですけど、うん、ちょっとね、最初先入観というか、まあ、山口監督が作ってらっしゃる、はい、映画が結構アクション多かったんで、はい、あ、はいはいはい、アクションやと思ったんですよ。なるほどなるほどなるほど。アクションを見ようと思って見たら、アクションいつ出てくるのかなと思いながらずっと見てたら、うん、全然アクションでアクションじゃなかったね。あれと思って、まあ、アクションじゃなかったんですけども、うん、そのやっぱ SF というかその、はい、CG を使って、はい、その場所の移動とか、はいはい、でその作り込みというのはやっぱり素晴らしいなっていう、うん、で中にストーリーもちゃんとしっかりしてて、はい、でそういうところがなんかいいなと、うん、70分が逆にこうあっという間に見えるというか、うん、でまあ最終的にね、あ、そう来たかっていうような作品なので、うん、面白いですね。それぜひ見てみたいですね、はいはい、出演されてる方もね、山崎美奈さんとか、はい、玉木雄貴さん、高垣翔太さんという方が、はいはい、出られているので、はい、ね、若い役者さんで、はい、ね、舞台とかも ね、 そうですね、次元ね、芸の、ね、うん、はい、方々ですね、はい、結構人気の俳優さんたちですよね、はい、はい、まあ、ぜひね、なかなか関西で見れない作品、そうですね、そうですね、はい、うん、監督もね、東京の方だし、そうなんです、うん、これでもたまたまあれなんですよね、うん、僕らもあるイベントで監督とね、知り合いになって、山崎監督、ドラゴン川本君と、うん、昔馴染み の、 監督さんだったんで、はい、でそこで紹介していただいて、そうですね、でマイクロシアターやってるよって言ったら、うん、ぜひぜひみたいな話でね、うん、トントン拍子のお話が進んだりする、はい、ぜひそういうご縁もありますので、はい、見に来ていただければなと思っております、はいはい、4月14日金曜日から毎週金曜日全10回の定期上映となっております。はい、お時間が19時20分から、はい、ね、はい、19時20分からなっております。はい、はい、で料金が1000円プラスワンドリンクのお出せです。はい、はい、お願いいたします。はい、ということで今日のグッドチョイスでした。はい、ということで、もう透明人間やらないです、はい、やらないです、やらないです、ちょっとスースーする、ね、もうめんどくさいいや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 、まあまあね、そうですね、まあ、4月になりまして、はい、はい、なんていうんですかね、まあ、日本では4月っていうのはね、新しい期が始まるという、はい、はい、新年度、そう、新年度っていう形になりますので、まあ、皆さんね、逆にお忙しくされてたりとかいろいろあるんじゃないかなと思うんですけども、まあでもせっかく土曜日がね1日になってて、まあ土曜日ですから多分会社休みやったりとかもすると思うんでね、でこの、土日は、どっか行こうかなとか思ってらっしゃるんだったら、ぜひ野本康生作品がね、はい、見れたりしますんで、はい、ぜひぜひこちらマテリアルに来ていただいて、まあ、ちょろっと
ちょろっとじゃないね、これ一気見やからね、はい、3作品しっかり堪能していただいて、はい、で、ついでに飲んでいただくと、はいはい、いう感じで楽しんでいただければなと思っております、はいはい、まあそんな感じでスタイルも、4月から、はい、マテリアルも新しいスタイルにね変わってきますんで、ぜひバンバン来ていただきたいなと思っております。はい、はい、多分僕もあの、バンの方ってやってると思いますんで、はいはい、あのね乾杯、居酒屋で乾杯ね、うんうん、俺あのビール平和党の当主やから、あ、そうそう、あのビール平和党のねあの合言葉があるんですよ、うん、ルービー乾杯っていうビール反対ひっくり返してルービー乾杯っていうのがあるんで、皆さんあの、バー来ていただいたらあのビール頼んでもらったらみんなでルービー乾杯っていうのをやろうと思いますのでよろしくお願いします。はい、合言葉です、ね、合言葉です、はい、はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。